ニャンパス、今文章書いててね、気づいたことがあるんだけど、俺この前さ、誰かとかナローの中で唾を飲むって表現が間違ってるみたいなことを言った気がするのよ、記憶があるんだけど、よくよく考えてみたらね、何にも間違ってないわ、あれ。いや、恥ずかしい。いや、今自分で文章書いてて、無意識っつうか普通に自分で唾を飲むっていう表現を書いたんだよね。で、それでなんか、あれ、この前俺間違ってるって言わなかったっけみたいな記憶が蘇って、今ちゃんと調べてみたらね、何にも間違ってなかったわ。もう自分でも使ってたからね、普通に。いやー、申し訳ない。ただそれだけの動画です。ニャンパス。